動画のご視聴ありがとうございます。旅する着物男子のバオシンです。この旅動画にコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。さて、早速新しい旅が始まっていますが、今回は栃木県足利市に向かいたいと思います。今回利用している一日乗車券については、足利市に到着してから説明しますので、お楽しみに。それでは今回の足利散歩第1話、始めていきましょう。早速見えていると思うんですけども、あちらに見えるグレーの橋、渡良瀬橋というんですが、僕が思春期の頃に何度も聞いた、あの森高千里さんの渡良瀬橋のモデルになった橋がそこにあります。今回の足利市の旅行に関して、まず渡良瀬橋と渡良瀬橋の歌碑、まずご覧に入れたかった。
今回こちらの JR 東日本さん発売秘密の平日パスという1日乗車券を使ってます。ちなみにこの動画が配信されている時にはこちらの1日乗車券は平日に使っていただくことはできません。2021年に関しては9月の30日まで平日利用できて、10月以降は土日限定の1日乗車券になります。東京近郊の指定されているエリアではどこでも乗り降り自由ということです。改めまして渡良瀬橋、そして渡良瀬川見てまいりましょう。こちら側が上流になります。渡良瀬橋を越えてずっと向こう側の方は群馬県の太田市になります。そしてゆっくり下流側へと向かいますと緑色のアーチ状の橋があるんですが、あれが中橋というそうです。それから渡良瀬橋歌詞の方をじっくり見ていきましょう。残念ながら著作権に抵触するので音楽を流すことは差し控えますが、森高千里さん自身が作詞をされて、こんな感じでちょうど思春期の頃に何度も擦り切れるぐらい聴いた思い出深い曲ですね。この再生ボタン、最初僕はこれを押しボタン式信号機の押しボタンかと思ったんですけど、これが曲を聴くための再生ボタン、ちゃんと書いてありますけど、このボタンを押すと渡良瀬橋曲が流れます。押しません、著作権に抵触するからです。そしてこのまるで電信柱のような物体の上側見ていただくと、あそこがスピーカーになってます。ここから渡良瀬橋の頭から最後まで通しで聞くことができます。ちなみに JR 道毛線足利駅からここまでおよそ20分程度です。よかったら見に来てください。とっても景色が良くて、渡良瀬橋の曲と一緒に聴いていただくことを強くお勧めします。今回の足利市散策に関しましては、足利駅のすぐ近くに観光案内所さんがありまして、こちらでいただいたこの足利真ん中町散歩という地図も活用しながら歩いていきたいと思います。再び足利駅の方へ戻りまして、それから次の目的地足利学校行ってみたいと思います。今回の旅動画楽しんでいただけたでしょうか。ぜひコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。続く足利散歩第2話では日本最古の教育機関と呼ばれている足利学校を訪ねます。どうぞお楽しみに。最後まで見ていただいてありがとうございました。